はい、ハロー YouTube、俺です。ということで、初めてのインスタライブを終えました。感想としてはすごく楽しかったです。ちょっとした自分のアイデアで、ちょっとしたこの年末の今日と明日しかないっていう、師走感かな、師走感で新しい挑戦ができて嬉しかったです。そして14人の方が見ていただいたということで、それもすごくありがたいです。こんな僕みたいな、この公然わいせつカットのね、ふざけた T シャツ着たやつのね、ことを見に来てくれたっていうのはね、すごく嬉しいです。ありがとうございます。絵も描けたし、まさにやりたいことしたかなっていう感じなんですよね。やりたいことしたし、もっとやりたいことをしていきたい、もっとやりたいことをしたい、果たしてやりたいこととは何なんだろうっていうふうなことはあると思います。その気づきも、その動画をね発信すること、YouTube で動画を発信することによって、気づけたこともあると思います。こういうふうに話してて、自分自身が自分に嘘をついて話をすることは正直無理だと思います。そういう方もいるかもしれないですけど、厳しいですかね。やりたいことをやってる、それを発信する、でこいつ やりたいことやってんだ、へーみたいな、そう思ってもらったら嬉しいわけです。やりたいことをやじゃないことを発信してる方だと、やっぱり苦しくなっちゃうかもしれないですし、あれです、人生でもそうですけど、やりたいことをする人生と、やりたいことをじゃないことをする人生、いろいろね、二極あると思うんですけど、やっぱりやりたいことをしたいなというふうに思ったりするわけでございます。やりたいことをやってたらやっぱり楽しいじゃないですか。このチャンネル幸せ研究所っつうのも、やりたいことをするイコール楽しい、イコール幸せとかあると思うんですよね。イコール愛かもしれないですしね、いろいろポイントポイント、点と点はつながって線となるというふうに、改めて思ってる次第でございます。同じことを毎回言ってるところもあると思いますけど、大事なことは何度でもということなんで、毎回毎回同じようなことを違う視点で違うフォーカスを当てて話をしたいなっていうふうに思っているわけでございます。いい感じです。12月30日、2020年の12月30日もかなりいい感じです。その重大なポイントとすると、インスタのライブ配信を初めてできたということですね。今までちょっと気になってて、ある人には、やってほしいですとか言ってもらってすごく嬉しかったですし、あ、それができた、僕できたよっていうふうにね、言うこともできますし、でそれでレスポンスをいただけたっていうのもありますしね。全て全てが、先ほどのお話で点と点が、それで点と線が結びついて今に至ると思います。人生とか人生とか運命とかって全てがそういうふうに結びついて、畜生って思うようなことでもそういうふうに、つながっていると思うとつながっていると思います。畜生って思う出来事でも対極にめちゃくちゃ発見があったりする。コロナのこの時が僕からしたらかなりのハイパー発見であるわけでございまして、このコロナの状態でも二極化で、不安がある人とね、ケロッとしてる人いろいろいると思うわけです。そんな感じで常にいいとか悪いとかもなく、これからどんどん時代が進化して、どんどん時代っていうのは良くなっていく、人生ですら一日一日ごとに良くなっていく、1時間ごとに良くなっていってる、10分ごと、1分ごと、1秒ごとに良くなっている、いっているというね、風なことでもあるんじゃないかなというふうに思っているわけです。こういうふうに、僕も話させてもらって、これですら、これですらつうか、これこそがっていうかね、
良くなっていってる過程だと思います。それは自分がいいなって思ってる感想をこの成果として発信お話しさせてもらってる、そしてちょっとでもね聞いてもらってる方がいるっていうことに尽きる、集約できるかなっていうふうに思っています。はい、インスタライブ本当に良かったです。で、YouTube ライブを最初やってみようかなって思ったんですけど、僕の今のステータスだとちょっと YouTube 側からできないみたいなので、またね、できるような時、 YouTube 内での僕の成果がないってことですね、それがあったらまた、まあでも、あの、とかやってたけどどうしてるんだろうって思ったからちょっと聞いてみようかな。ああ、そっかそっか、なるほどね。パソコンかな、まあわかんないな。ライブ良かったです。ライブライブライブライフライブライブ生ものがいいなって思いますね。僕がバンドをやってる理由も分かったような気がします。そして動画内でね、生配信で絵を描いてる理由も分かったような気がします。このライブという名のライフを楽しみたいんだなっていうふうに思ったんでしょうね。うん、まあ人生は、今回の人生というのは一回きりですけど、また次の冒険、旅っていうのはあると私は思っています。どうやって楽しむか、どうやって成長するか、どうやってなんかね、自分をこの世界に発信して、役に立てるかっつうとこかなっていうふうに思ってます。はい、ということでインスタライブ初めての経験ができました。12月30日、明日が12月31日ということなんで、楽しく健やかに晴れやかに部屋とか掃除して胸を張ってリラックスしてハッピーに行きたいなって思うわけです。そして行きましょう。そして行きます。はい、ということなんで、ありがとうございます。